はい、皆さんこんにちは、ドラゴンです。今回ですね、早けりゃいいんじゃない130キロ台のストレートで空振りを量産する男たちというテーマでお伝えしたいと思います。今ですね、現在は150キロ以上の球を投げるピッチャーが続々と出てきています。でもですね、やっぱりその中でも130キロ台のストレートとかでバッターを幻惑するピッチャー、やっぱね、緩急とかね、技を培ってね、130キロ台でも空振りを奪ってバッターを圧倒するピッチャーっていうのがいると思います。そんなピッチャーをね、今回紹介していきたいなと思いますので、楽しみにしていてください。それではやっていきましょう。どうぞ。はい、まずはですね、牧田和久投手にしました。現在サンディエゴパドレスのマイナーなんですけども、高校時代からね、レギュラー争いを勝つためにアンダーハンドに転向したみたいなんですよ。もともと本格派だったみたいで、地面スレスレのところから投げるフォームでですね、球速は最速137キロで、平均球速128キロと遅い方なんですけども、やっぱりね、独特の牧田投手の投球術、多彩な変化球と、あとはフォームに強弱をつけると、でクイックとかをね、使ったりするんですけど、それでタイミングをずらして打者を幻惑するという投球スタイルで活躍を見せました。で、またね、握りを変えるなどしてね、数種類のストレートを投げるなど、器用さを持ち合わせるピッチャーで、本当にアンダーハンドの、第一人者の一人だと思っております。はい、続いて、星野伸之投手にしました。オリックスブルーウェーブですね。遅い球の代表格といえばね、星野伸之投手。この人は確実に入ってくるピッチャーではないでしょうか。最速130キロですね、のストレートと、80キロ台の、スローカーブですね。あと110キロ前後のフォークボール。その3つでですね、ほんと多くの白星を、上げてきました。通算176勝、2041奪三振という素晴らしい記録を、作ってきました。で、この人の武器、やっぱりね、この、遅い球を生かした、ストレートを早く見せるという、緩急自在のピッチングで生き抜いてきたピッチャーですね。で、その緩急差にですね、梨田選手、今梨田監督ですね、ストレートが速かった投手はという雑誌の取材に対して、即星野投手の名を挙げました。で、あまりにも速く感じて金縛りのようになったと語っており、当時の強打者であるですね、初柴清選手、ロッテのですね、いたんですけど、当時の、イラブさんより、星野さんのは速いと、そういうコメントをしていました。すごいです。158キロより130キロで速いって言ってたんですよね。それだけ素晴らしい、ストレートを持っていたというところですね。はい、続いてですね、千葉ロッテ渡辺俊介選手です。まあ、平成のアンダースローといえばこの人入ってくるでしょう。やっぱこのフォームですね、この地面スレスレのフォームから繰り出す、このアンダースローですね。平均球速約120キロなんですけども、95キロのカーブとか、あとはチェンジアップ、そちらを投げ分けてですね、もうこの人緩急差で勝負していたピッチャーですね。で、2006年から2009年の、WBC 日本代表に、選ばれていたんですけど、そこでですね、本当に抜群のピッチングを披露していました。で、浮き上がるボールにはですね、世界の強打者もう、手こずってたと。で、10年以上研究しててね、ソフトボールのライズボールで、それに近い球をね、開発したというところで話題のピッチャーでした。本当アンダーハンドで、2桁勝利を挙げて、防御率も素晴らしいピッチャーでしたね。はい、この位置ですよ。素晴らしいですね。はい、続いて和田投手来ました。現在も活躍している和田剛投手です。最速はね、148キロなんですけど、ほぼ多くがね、130キロではまっすぐ投げるんですよ。ほぼ多くは130キロです。で、この遅いストレートながら、江川卓投手が持っていた東京六大学の奪三振記録を更新する476個の三振を奪ってました。すごいですね。そのストレートの秘密はですね、回転数がズバ抜けて多く、打者の手元で伸びがあり、ターン持ちが長く、ボールの初速と終速の差が小さいという、そういう特徴がありました。そのため多くのバッターが空振りをしてしまうという特徴がありました。もう独特のフォームにありますね。これ大学時代に研究したフォームみたいですね。はい、
ある番組でですね、千葉ロッテの角中選手が和田投手のまっすぐが変化球それぐらい浮いていると、ホップス変化球だと評していました。はい、続いて高橋嶺投手、福岡ソフトバンクホークスです。この選手もアンダーハンドですね。ですね、一応ね、身長187センチの長身、令和のサブマリンこと、高橋嶺投手ですね。身長187センチなんですけど、その長身をググッと折りたたんで投げるようなフォームで、アンダースローながらね、最速144キロを叩き出す。これはアンダースローでは速い方ですもんね。ストレートを武器に、このストレートでもちろんアンダーハンド独特の伸びの上がるようなストレートで、スライダーとかあとカーブとか、緩急自体のピッチングを、武器に持っています。もうこれはアンダーハンドの特徴ですね。これ緩急、ここを武器にしているアンダーハンドのピッチャーは多いです。で、2018年は未勝利だったんですけども、2019年、7月までで、7月終了までで9勝をマークしています。もう2桁勝利確実だろうと言われてますね。まだまだね、伸びしろ十分でね、今後目が離せないピッチャーです。まあ2年目ですからね、本当に活躍が注目されるサブマリン、令和のサブマリンですね、高橋嶺投手、今後も注目していきたいなと思っております。この審判ジャッジいいですね。はい、さあ注目の高橋嶺投手です。はい、続いてこの人は忘れられんでしょう、山本昌投手。はい、この人はね、もう元祖おそだまってレジェンドの一人、山本昌投手です。最速がですね143キロなんですけど、この和田投手と似てるんですけどね、ストレートの質的には。日本記録の実近129年という記録を持ってます。そこで活躍してきたね、29年で219勝上げたこの武器がこのストレートです。で、山本昌投手のストレートがね、1秒間に52回転って言われてるんですよ。松坂投手が41回転、藤川球児45回転ですね。なのでこの2人超えてるんでね、相当回転してる、相当伸びてるっていうことになると思うんですよね。伸びも抜群でしたと。はい、相当ね、早く感じたっていうバッターが多かったと思います。で、元セリーグ安打記録保持者の巨人の清水隆之選手ですね。日本で一番どころか日米野球で対戦したどのメジャーリーガーよりも山本昌投手の球が速いと、そういう風に言っておりました。で、左打者にとってね、特に出どころが見づらい、このフォームね、この独特の山本昌投手のフォームからも速く感じるのではと話しておりました。で、最年長のヒットノーランも達成した、まさにレジェンドのピッチャーであると思います。これがノーヒットノーランの瞬間ですね。まさにレジェンド山本昌投手でした。はい、いかがでしたでしょうか。一応ね、今回はね、130キロ台のストレートで結果を残してきた、選手たちを紹介してまいりました。やっぱりね、全体的にもうストレートはスピードガンとかよりも150キロ投げるよりも、球速よりも質、やっぱ球質キレだという、ピッチャーが多いのかなと思います。あとはやっぱ球が遅いなりにもやっぱストレートをいかに、早く見せるのかと、まあ、そういう証明をしてきたの、持ち味、自分の色をどう出すか、そういったところは野球のみならず、いろんなところで、やっぱ使われるような大事なポイントかなと思いました。130キロのピッチャーで、ナンバーワンはこの人だと、そういったコメントとかもどしどしお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。では以上です。ご視聴ありがとうございました。